ヨハン・ヨーゼフ・ベンツェル・フォン・ラデツキー伯爵から1858年1月5日はオーストリアの貴族で軍人。ラデツキー家はハンガリー貴族の血を引く。ボヘミア生まれ。ウィーンで学ぶ。1785年にオーストリア軍に従軍。1788年以来、対トルコ戦争やナポレオン戦争など多くの オーストリアの戦争に参加し、1836年元帥、1849年から1857年まで、ロンバルドベネト王国の総督を務めた。1849年3月23日の、ノバーラの戦いにおける、サルデーニャ王国軍への勝利によっても知られる。ヨハン・シュトラウス一世が1848年に、作曲した、ラデツキー行進曲は、 同年に北イタリアの独立運動の鎮圧に向かうラデツキー将軍を称えて作曲された。このようにラデツキーはイタリアの独立運動に対しては荒烈な態度で臨み、1857年から58年にかけてエンリコタッツオリラクニを処刑している。しかし民衆からはかえって反感を買うこととなり、彼らはベルフィオーレの殉教者として、 独立運動の象徴となった。なお、ラデツキーがミラノから持ち帰った滑裂が、ビーナーシュニッツェルになったとも言われる。ありがとうございます。